どうも皆さん、こんにちは、さくやです。今回は馬のレベル上げ、簡単にやる方法を、紹介したいなと思います。はい。ということで、まず場所っていうかね、場所なんだけど、まあマップの左上の方、この辺かな。隠れが、ここ、買っておくと楽です。こんな感じで。まずはね、時間を夜にします。ね、まあもうすでに夜なんで、帰れませんけど。で、料理。山菜炒めをね、調理します。まあ、ここでね、獲得経験値が増えるので、ということで。そしたらですね、ここちょっと上のとこに道しるべがあるので、こちらに移動します。はい、できたらね、まあ、馬を呼び寄せると。さあ、まあ、国王号並みのやつはいるんでね、ここに来て、で、少しちょっと北上したところですね、行きます。多分この辺出た。ちょっと離れてね。はい。で、この馬なんですけど、乗った状態で敵を倒すと、何の格闘経験値が、ね、すごい増えるということで、それをね、利用します。なんで、名前付きのやつがいいな、できれば。この近辺うろついてるとね、見つけることができるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっといないな。まあ、いないって、いないことはないんだけど。この辺にいないですかね。ただ、この馬がね、なかなかいい動きをしてくれないということで。まあ、とりあえず、いいか、これでいきますか。馬を呼んだら、ね、撃つべし。で、乗るんだけど、そうするとね、こんな感じで馬のレベルも上がってくれますので、まあ、これを繰り返していけば、OK です。まあ、撃ってすぐね、馬に乗れば、経験値を獲得できるので、でね、なるべく、低いレベルのキャラでね、上げた方が、効率よくできるので、まあね、もう、これはもう、まあ、経験値マックスの、やつでやったんで、ダメなんですけど、ね、できれば章も、後ろの方13章とか、まあ、これは真の13章で始めたんですが、こんな感じで上げていけば、おそらく10分ぐらいで馬のレベル100になると思うんで、まあ、レベル1のキャラ使って遊んであげればいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、簡単なんですけど、馬のね、レベル上げ方でした。はい、まあ、多分レベル100で倒してもね、経験値ほとんど入んないんで、レベルなかなか上がってくれないと思うんで、まあ、そんな感じで、ね、やってみてください。それでは今回は終わりにします。次回をまた見てください。よろしくお願いします。それでは今回は、この辺で。では。ご視聴ありがとうございました。スマホのみんなは画面下のボタンから。PC のみんなはこちらからチャンネル登録お願いします。